そう、すげえなと思って。メンタルとかって話あるじゃないですか。最初なんかよくね、メンタル弱いでとかやってよく使われる。そう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 。であれもあのメンタル講習とかもね行ってるので、てっぺいもメンあの月1やったかな、そのメンタルの先生のとあのお話をしたりとか、まああの何でも言える先生なんで、で行って、ね、こうやってなんかポジティブなことを聞いたりとか、まあ、それ相談できるっていうのが良かったかもしれないですね。でその先生と話したことあるんですけど、てっぺい君はちゃんと自分でやりたいことが決まっとると、でそのやりたいことに対して何をしたらいいかっていうのもよく知ってる、うん、だそういうところは他の子と比べたら結構高レベルにホルモンで、うん、そんなに大崩れすることは多分ないですって、うん、まあ本当に大崩れするときは本当何かあったときでしょうねって言って、それが卓球とかそんなんじゃなくて、なんか違うところでとか、うん、まあでも本当に結構レベル高いですよって言われて、うん、でも実際に試合見とっても周りの人からはメンタル強いねとか言って言われるけど、まあ僕が見とっても、まあ去年もそうやったっけ、去年も崩れる要素がなかったんですよ、全くない。今回も公平の時だけちょっとふにゃってなったけど、でも他の時はもう全然、しかも去年よりも、去年はなんか誰も寄せつけんようなもうこうわーってやっとったんですが、今回はこうなりながらも何かもうちょっと広くなる感じ、これがこういう広くなって視野広くなって全体見ながらのうわーって、だからゾーンに入ってるっちゃ入ってるかもしれんけど、なんせねすごかったです。2人揃ってるもんね、うん、で練習したことがしか出えへんって言うじゃないですか、うん、大体、うん、でもまあメンタル講習とかも受けたりとか、まあ、いろんな本とか読んでるんですけど、心理学の本とか読んでるけど、あの古武術の講習会とかでも先生とかにも言われたのが、自分が出るぞ、自分が出る、試合練習が出るんじゃなくて自分が出る、だって自分がやるんだから自分が出るから日頃自分がどういう状態かっていうのがそのまま試合で出るんだって、だってあれガチンコなんだから、そうも出るんやつって、だから普段の生活が一番大事って言われて、あそうか、だから卓球やる前のやっぱ自分なんだと思って、ちゃんと自分が見れるようにこう内観とかちゃんと、やっぱそれトレーニングなんで、あのまあまあ面倒くさいっていうか、その域までに達する、うん、そうそう、そうすると勝手に人間力上がってくるんですよ。言葉一つにしても、言葉もあの人に言う言葉って実は自分に言ってるんで、自分聞いてるわけじゃない、その言葉を。確かに。でしかも言葉って感情の表れなんで、当然怒ってる感情だったら怒り口調になるし、悲しかったら悲しい言葉になるし、全部感情の表れなんで、いかにその冷静な、耳が痛い。会社でも文句しか言ってないです。でも大体そうなんで、大体です。だから自分が不安だったら不安な言葉しか出てこないんですよ。これあの言葉の試合見てる親さんも、まあ当然自分もそうですよ。なんだけど不安になるじゃないですか。負けたら悲しいとかね、本当に力出せるんかなとか、自分やってないけどそういう風に思うと、そういう言葉かけになっちゃうんですよ、子供に対して。うん、頑張ってこいよとも、は頑張って頑張る決まっとるやんで、そんな自分に頑張れよって言ってるのと一緒で、うん、そうそう。で、愛ちゃんの相手の顔見ない、集中しやれよとか心配して言うじゃないですか。自分が集中力が乱れんように。この者の試合を集中してみるために自分に言ってる。そう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 。そうそう。だから全部自分に跳ね返ってくるっていうか、全部自分が自分に語りかける言葉を選べば相手に伝わる言葉も変わるんですよ。まあ、もってぺこうへいにもあの頑張れよってより言うよりも、あのもうだから自分のまま言うんですよ。楽しみにしとるぞって。うん。うん。うん、でもそれ
プレッシャーにあれか、感じに、ここは感じにかもしれない。そうですね、うん、まあまあずっと、まあ、僕の子なんでね、まあ、昔はね、僕もガーって言ったりやっとったりしとったもんで、いやもうひどかったですよ、僕も。それじゃない、普段の練習で、もう普段の練習で、会場で、もう会場でも、もうどこでも、家でも、うん、やっとたんですけど、まあ当然ね、そんなことはダメだって周りからもね、子供も大人になってほしい。そうそうそう、でな、でそうやって言ってた自分がだんだん心病んでくるじゃないですか、仕事とかなんかいろんなことで、うん、でその時にいろいろこう本読んだりとか、ほんとたまたまいろんな先生方に会ったりとかして、俺自分で自分を苦しめとったんやな、その苦しみを子供にシェアリングさせとったんやと思って、うん、自分が言うことに、そうそう、子供のために思って言ってつもりで、そうそうそう、じゃないじゃないの、自分で自分を苦しめた、自分の感情によって子供に言ってる言葉は自分に金返ってくるもんね、自分が一番聞いとるもんね、うん、自分がそれを病んでく理由ですよ。いやまだいいんですよ、あの何もないから僕はあのあーって自分で自分を苦しめとった時期があったので、まあ、体の酷使させたりとか、うん、だから勉強を したりいろんな体験をしたりすると、まあ今の感じが一番いいんだなと、これが自分だなと思って、だからそのだからこれが自分だな、だから本当の自分をただただ言葉として言ってるだけなんで、なんちゅうかな、あのそう新鮮に感じる人も当然おれば、そんなんただの妄想理想的なんだけど現実は違いよねっていう人もおれば、別にそれ人の捉え方、そうそうそう、でも自分の気持ちはそういう気持ちだから別に何も関係ないんですよ、自分が思ってることを言えばいい、何どういうふうに言葉掛けをしたら自分が嫌になるかっていうことが分かるもんで、そういう言葉を言わないようにすればいいだけで、自分に励ませばいいんですよ。うん。そうするとやっぱ子供も変わるのか、うん、いや変わると思います勝手に。いやでもそれね、あの子供が教えてくれたんですよ。え、どういうこと？鉄平とか浩平が教え、僕に教えてくれた。例えば鉄平だったらあの関商校に行って、うん、あんだけ頑張っとるわけじゃないですか、うん、富田高校っていうすごい強い学校がおるんだけど、うん、だから本人の志で行った。そうそう、あのまあ、関所を勧めたのは僕なんですけど、そうそう僕なんですよ、まあ、そういう気持ちにさせちゃったというか、結果的に、まあ、いいもんで良かったっちゃ良かったという判断ができるんですけど、もともと就職希望っていうふうにこじつけて行かせたって言っても、本人がまあその方がいいかなと思って、ね、そういうふうに誘導しちゃったっていうふうに僕の中では思ってるし、うん、まあ、今は後悔してる方は別に後悔でも何もないですけど、うん、だからでも本人が頑張って成績を出して、勉強も卓球も3成績を出して頑張っとるんで、だ僕があだこだ言わなくても本人がやるじゃないです だからそれはあの学校っていう、あと先生とかの環境の効果もあったと思うんですけど、いろんなことが相乗効果があって、その鉄平という鉄平をが鉄平であるっていうことがちゃんと証明されてるし、公平は公平で練習相手が本当に少なくなったのに、一緒にちっちゃい時から一緒にやってる仲間と一緒に強くなっていく、うん、だから僕があだこうだって言わなくても公平が公平で あるんだっていうのが分かったんですよ。鉄平も公平もただ僕の持ち物じゃないし、うん、鉄平は鉄平、公平は公平だからそれぞれ好きなようにアイメはいいからっていう風で、公平は富田行きたい、じゃあお世話になろうかってもう関所を入れる気満々したからね。あ、そうなんだ。それはそうですよ、親としては。だってその時は兄弟対決見たくなかったですよ、敵として戦うなんて考えられない、うん、一緒に2人で仲良く仲良し兄弟でダブルス組んで関所校をインターハイに連れてくんだって勝手に思ってたんです。それはただ僕の勝手な妄想でも、本人のこと無視、それが違うって教えてくれるんです子供が。でもさ、うん、うちも子供2人もおるけど、うんうん、そういうのって多々あるもんね。あるさあるさ、うん、自分の思い、うん、そうそうそう、
自分の思いは自分の思いなだけで、子供は全く関係ない、うん、で親何ができるかって言ったら元気にやっとるかなってだけをとりあえず見るんですよ、うん、結構難しいっす、結構難しいっすよ、結構難しいっす、うん、そう、なので卓球始めた時の気持ちっていうのが、うん、楽しいって一緒のことやるんで、一緒に遊べるわけじゃないですか卓球で、その時の気持ちっていうのが本当に一番の土台っていうところに自分の視点をそこに向けて、でそこベースで子供たちの顔を見て、や見てみると、てっぺいはちゃんてっぺいでずっと安定した気持ちで心身ともに安定した状態で試合に挑んでたし、公平は公平で今までずっと自分だけじゃないね、そう今までやってきたことプラス今の富田高校でやってる練習とか先生からアドバイスっていうのも入れつつ、また公平は公平でアップグレードをしてたのが、公平の顔を見てたら分かる。公平笑ってますからね、ニコニコしてやってますからね。でもね、でも結構ね、ちびっとるね、多分。とか言って、表面ではそう出しとるけど、うん、そうそう、うん、でも本当、あーって言うとすぐにーって、にーってして、ふっと落ち着いて、うーんってやって、うーんってやって、なんか、ふって、なんかちょっとフェイントかけたりとか、やったりとか。去年のさ、中大連の、うん、シーカシーズン見たん、はい、あの時見たん、俺、うん、生で見たのは最後やでさ、あいやもう1年前ですね、1年前、1年前、その後はもう風の頼りやでさ、あ国体で誰々勝ったらしい、それでもイメージの中でおそらくあの2人で練習して、うんうん、同じ時期にこうガーって伸びたんやろうななんで先生どこも先生どこで、やっぱ自分は自分だっていう風でそういう意識でやってるから、それは強くなってきますよ。まあ今はちょっと本当に練習相手いないから、いろんなところに、まあお兄ちゃんたちのねおるところとか行って、学生、そうそう大学生のところ行ったりとかしてやってると思うんですけど、どうしてるの？どうしてるかな。まあでも、うん、これでもね、強なりますよ。あの結局本人の志次第ですもん。相手がおらなくても、うん、いや、多分県外高校行くと思うんですけど、うん、そうそう、行っても離れちゃっても、また例えば中部日本とかインターハイとかでこう会えるようにってか、会ったらおおってやっぱその時はその時にあの昔のまま、うん、変わらん、うん、変わらん変わらん、うん、どことなり思いはかかるよね、うん、多分ね、うん、そうそう、もうあとね思ったのがね、